って <laughs> ああた楽しみ楽しみすぎて靴履いてくるの忘れた <laughs> 足の裏に小石が刺さっていて <laughs> ダメださっきから心の声がダダ漏れになってしまっているこれはたから見たら完全なる不審者<笑><笑>あーなんだ急に自分でもびっくりするぐらいに落ち着いたものすごく楽しみにしていた予定があったのにいざ当日の朝になったらなんか違う感じになるあの現象が珍しいタイミングで来たのか怖え怖っ,え怖っ <laughs> あー戻った戻ったうーん もう二度とあんたんとこのタクシー乗らないからなンンあのーあはいタカちゃんさんですかはいそうですがどちら様でしょうかああよかった

上ではドゥーわねマッチングアプリで知り合った人の中でこんなにも気が合う人初めてだったから実際に会って幻滅されないかすごく不安だったんだよ正直なところ第一印象どう本当正直な感想教えていや実際ラフランスと星書きくらい写真のイメージと違う人来ちゃったけどでもまあ確かに昨日まで連絡取ってて楽しかったし気が合っていたのは事実人間見た目じゃないよなよしイメージ通りの人で安心したよドこれからもっともっとマッチンのこと知りたいと思ったよよし合格え あ,あ、騙しててごめんなさい実は私マーチンじゃないのえっど,どういうことですかまあ簡単に言うとあなたが人を見た目で判断するような軽い男かどうかを確かめさせてもらったというわけ私写真と全然違ったでしょ今は年齢52だしい,いや別にそんなことはうんもういいのとりあえずあなたは合格あなたみたいな男がまだこの時代に残ってたなんてね正直驚いてるわえあじゃああの昨日まで連絡を取っていたマーチンは別にいるってことですかあ,あいないいないあれも私何これ夢全然わかんないあ,あいけないもうこんな時間そろそろ次の男 うと答える時間になっちゃう。とりあえずあなたは合格よ。これからの人生、自信持って生きていきなさい。それじゃあ。あ、ほんとマーチのことはもう忘れてちょうだい。あれは私が作り上げた架空の人物だから運転手さん。とりあえず進んで早くででででめ。珍しいタイプの失敗した。 ねなんで全然来ないの？すごい待ってるんだけど。まさかえこれモニタリング？カメ,カメラあるの？えあ,あ違う？うん家で？うん飼ってる？うん犬が？犬？ダジャレ。この場に及んでダジャレ。ああマジなの？逃げちゃったの？なんかごめん。うんポッチね。うん首輪してたのに。ああじゃあ探さないとだ。いや全然大丈夫だよ。うんあと適当に帰るから。こっちのことは本当に気にしないで。今は犬のことを第一にか。あきられた。なんだよ。まあ ここにいても仕方ないから家帰って寝るかってめちゃくちゃ行列できてる。えなにこれ？俺戦闘？嘘だろ？<laughs> ええあのすみません先頭の私が聞くのもなんか変な話なんですけれども、これ何の行列ですか？パンえパン？パン,パンえパンってあのパン？ああ正確に言うとペン。どっち？全然違うよペンとパンじゃ。まあどっちもいらないけどね。てかよく並んだね君。不安とかなかったの？この人の後ろで合ってるのかなとか。俺今日こそは一番に並んでやろうと思って夜行バス乗ってきたんだけど、あんたに先越されてマジで悔しい。買えない可能性出てきた。えそんなにレアなやつなの？ 君二番だよ。一個しか売らない可能性があるってこと？じゃあ君より後ろに並んでる人たちは今どんな心境？てかもう昼過ぎだよ。夜行バス乗ってきたなら朝並べよ。午前中何してた？あんた興味ないなら早く列から外れてくんねえかな。いやすごい興味出てきたよ。欲しいもん初めてだよ。全く何かわからないものに欲しいという感情が生まれたの。間もなく開店いたします。本日のポン入荷数は一個です。おいポンじゃねえかよ。パンでもペンでもないポンじゃねえかよ。ポンってなんだよ。お待ちのお客様は二万円ご用意してお待ちください。ポン高！思ってた以上にポン高！頼む。五万払うから一番譲って。 てくれいいのポン2個半買えるよ <laughs> そんなに買ったら持ち帰れねえよポンでか思ってた以上にポンでかなんなんだよ全く想像がつか…今ポチ通ったな譲りますポン諦めますええ何これえ実はモニタリングですモニタリング <laughs> ほんとに嘘ポンなんかないですよ <laughs> <laughs> おかしいなと思ったんですよってじゃああいつも <laughs> 仕掛け人ポチ名演技 <laughs> やられたわあよけ k ですすいません騙してしまって並んでた人みんなエキストラですびっくりしたポンってなんだよってずっと考えてました <laughs> ってあちょっと待ってくださいね おいお前、マジで、へっへっやめろし、最初にモニタリングカーとか言っちゃったじゃねえかよ、<laughs> 予知能力、ちょっとポンのこと信じかけたわ、<laughs> いやポチじゃなくてポン、<laughs> いやだからポチじゃなくてポン <laughs> <ゥー> <laughs>、ポン当にやめてくれよ、<laughs> <ゥー> <laughs> 最高のダジャレを生んでしまった、<laughs> あお前関係ないの、えじゃあ,あポポチ あ,あなんか肩重いなまあいいや今日は久々のデートだから楽しもう最高の一日にしようそして最後にこう言うんだ僕と結婚してくださいってねごめんなさいええー、っていやそのいたえってれちゃって本当にごめんなさいあなんだそっちかいや全然実は私言ってなかったんだけど霊感がちょっと強くて朝から体が変というか誰かに今日のデート行くのやめろって言われてるような気がしてえどういうことわかりやすく言うと私霊感がちょっと強くて朝から体が変というか誰かに今日のデート行くのやめろって言われてるような気がしてあれわかりやすく言った今 タカちゃん最近変なところに行ったり体に違和感とか出てないおいマジかよ実はさ1週間前に友達と心霊スポットに行ってそこから左肩が妙に重く感じるようになったんだああ多分それは関係ないと思うあ関係ないんだでも今朝の嫌な感じは確実にタカちゃんの身に何か悪いことが起こるっていう知らせなのよだから心霊スポット行ったやつじゃないノリでお墓ぶっ壊してきちゃったよあとお地蔵さんも1体持って帰ったし今ルンバの上に乗せてるこれはあまり言いたくなかったんだけど前の彼氏と付き合ってる時も同じようなことが起きてねその1週間後に彼とは連絡がつかなくなったの生きているのかすらか らないそんなあちょっと待ってねはいもしもしあ久しぶりうんうんはいはいうんじゃあまた誰から今さっき話してた元彼から生きてたあ生きてたのよかったよかったそれが全然良よくないのよプロポーズされちゃったバカね男って私に内緒で指輪代を稼いでたんですってパチスロでえちょっと待ってちょっと待って嘘でしょってなんて答えたのうんうんはいはいうんじゃあまたっていや確かにそう言ってたけど 断りの表現入ってなくなくいそういうわけだからごめんなさい今日はもう帰るねそんなの納得いくわけないだろああとさっきあの肩が重いって言ってたやつ確実になんかついてるんーとね手に包丁を持った女の人タカちゃんがお墓壊しちゃった人だと思うえこわ、それは関係ないって言ってたじゃねえかようん危害を加える様子は全くないむしろ愛情すら感じるだって包丁持ってるんでしょ元調理師の方ああなんだだから安心して私がいなくなってもあなたのすぐそばにあなたのことを愛してくれる人がいるからそんな俺はそんなやつ知らねえし見えねえし好きでもなんともねえよ いましたえ何言ってるのこいつ幽霊より怖いかもしれないタカちゃんの現状とかけまして幽霊の女の人と解くそその心はどちらも儚ないでしょうなんだそれああもう片思い,いああ最高の天気だなこんな日はきっといいことがあるに違いないほら猫も道の真ん中であんな気持ちよさそうな顔して寝てるよって猫危ない うわ、なんだこれトリックアートだ向こうから <laughs> 見たら <laughs> すごい立体に見えたドゥフドゥフドゥフゥフ。 あれ、助かったのか。確かトラックに引かれてって、俺がぐったりしてる。何これ、今どういう状況？あとなんか悪い見本みたいになってる。もう笑うしかね。お迎えに来たよ。うわ、誰だお前？君のひひ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 じいちゃん。え、なんでもっと近いじいちゃんは来てくれないの？あ、そのええっとあの。やだ、その感じすごい嫌だ。とにかく行こう。行こうってどこへ？天国じゃよ。早くしないとロープウェイが出発してしまう。ロープウェイ？ でくのロープウェイといってもこの世にあるものとは違う上に登っていく片道しかないんじゃよ。 えじゃあ,あんたはどうやってこっち来たんだよああ階段だからみんなめんどくさくて来なかったんだあの時、きなぜパーを出してしまったんじゃあ,あ,あんたも自主的に来たわけじゃないんだねさあこんな話は上に行ってからでもできる早くしないと上りも階段になってしまうぞ膝がもう限界だちょっと待ってよ俺はまだ行きたくないてか誰だよあのトリックアート書いたやつ今頃になってめちゃくちゃイライラしてきた「茶道に書くなよ、歩ほにかけいっててててててあ生き返った何奇跡じゃやったこれで俺は上に行かなくて済むんだねそう じゃなその時が来たらいつでも迎えに来てあげよう誰かしらが次こそは絶対チョキを出してやるいやさっきパーで負けたからそれだとアイコになっちゃうけどハハハハハうるせえぞクソガキ急に口悪くなったそれじゃあまた会おううんわざわざ来てくれてありがとうお元気でいやもう死んでるからマジ受けるじゃあねちょっとやだなあの人がせんぞっていやでもよかったよし絶対に長生きしてやるぞーふう助かった危うく死ぬとこだったぜっ俺もほんとヒヤヒヤしたよ生きてるって 素晴らしい。それなー <laughs> 戻り方教えてー。 暇だな。いつも買いに行ってた服屋さん潰れてた。え、てと、ダサかったのかな。もう着るのやめよう。あ、お兄さんお兄さん。もし時間あったらちょっとだけ見てってよ。実演販売珍しいな。あ、少しだけなら大丈夫ですよ。おノリがいいね。関西出身かい,いや、東北です。ちゃうんかい。ほんまびっくりするわ。あ、おじさんは関西の方なんですね。秋田です。お前も東北じゃねえかよ。ところで何を売ってるんですかまあまあ、そう焦らないで。お兄さん、一人暮らしどんな家住んでるのあー、1K のアパートです。アパートか、じゃあちょっとあれだよね。隣の部屋から聞こえてくる生活音とかにストレス感じちゃってるんじゃないそうなんですよ。 結構気になっちゃってそれお隣さんも同じこと思ってるからお兄さんだけが被害者じゃないよもう言うのやめてえなんかすいませんさあそんなお困りのお兄さんにぴったりの商品がこちらこの人の情緒どうなってるんだよ夢のマイホームえ家売ってるんですかそうだよ斬新かつ無謀なチャレンジしてるお兄さんほんとラッキーだねこんなチャンスめったにないよああ家はさすがに買う気ないので大丈夫ですありがとうございましたあーちょっと待って最後まで話聞いてくれたらこのなんでも切れちゃうよ聞く聞きます家ってさ土地代入れなくても2,000んくらいはするじゃないそんな 高いの買えないよってなるよね。はい。でも同じ家が二千円で売られてたら、すぐに買っちゃうだろう。そりゃ買っちゃいますよ。え、まさかそんなに安いんですか。なわけねえだろ。シルバニアファミリー赤い屋根の大きなお家でも五千円くらいするわ。えー、じゃあ、逆に二千円の家と二千万円の家。見た目が全く同じで、今すぐに上げますって言われたら、どっちを選ぶ。うーん。二千万円の方です。なんで、どっちも一緒なんだよ。いや、なんか安心感というか、なんというか。まあ、そうだよね。マイホームだもんね。二千円と二千万円の差額、千九百九十九万八千円っていうのは。 イコール安心の値段ってわけだそうなりますねよしじゃあ本題に戻ろう本日限定こちらの一軒家なんと2000円え2000万円の間違いじゃなくてああこんなに安く売る気はなかったんだけどお兄さんいい人だから特別サービスほらここに名前と住所を書いて本当ですか <laughs> やった <laughs> ええええでもなんか怪しいな本当に人が住める家ですよね本当だってちゃんとこの書類に全部書いてあるからよく見てよえっと 本当だ本当に2000円でマイホームが手に入ったこれで安心したかいはい安心しましたよし安心料1999万8000円追加でいただきますえー、なんでだってさっきお兄さん返事したでしょ1999万8000円っていうのはイコール安心の値段ってわけだそうなりますね いや、そんなの詐欺だ。絶対に払わないぞ。警察。あとこれプレゼントの切れやすい包丁なんだけど、何か言った？い家何もああ分かりましたよ。ちゃんと払いますよ。これで安心しましたか。うん、安心した。はい、安心だよ19。1998000円ちゃらそうやられた。家の詳細は後で送るから覚えてやがれ、ああ損したーよ。しゃあ2000円でマイホームゲットした。<laughs> あ、この前2000円で買った。家の詳細が届いた。えー、っと手まだ金取ろうとしてる。 ドン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 キードンキーホテー <laughs>、はあ。ドンキは夜遅くまでやってるし、いろいろなものが売ってるからワクワクが止まらないな。よーし、いっぱい買うぞ。結局、バカみたいに安くなったジュースしか買わなかった。毎回こうなんだよな。絶妙なラインで買うものがな。ねえねえ、そこのお兄さん、こんな夜遅くに何やってるのうわ、上下スウェットだ。ダサ。あ、やべえ、口に出して言っちゃった。おい、イケン喧嘩売ってんのか?。あ、それでしたらブランド品コーナーの奥にございますが。え、うわ、な。 間違ったんだろう。紛らわしいことを大きな声で叫んでしまい申し訳ありませんでした。憎めないタイプのヤンキーだ。あのさ、お金貸してくれない？お金ですか？いやそれはちょっと。いいじゃん。ちょっとだけ。 だって絶対に返してくれないでしょうーんもう可愛いから貸しちゃおうかなじゃあさ賭けしようぜ賭けうん今から店内にあるポップの数をお互いに予想して近かった方が勝ち負けた方は1000円払うこれなら文句なくねいや文句しか出てこないよ多分答え数えたらそこら辺にある村の人口ぐらい行くよわあ日が暮れちゃうもう夜だから日はとっくに暮れちゃってるんだけどそもそも何でそんなにお金が欲しいの俺さ彼女の誕生日に指輪をプレゼントしたくてほら指輪買うならドンキじゃんまあもうちょい選択肢はあるけどねそれでさ前々から値段調べてバイトも頑張ってお金貯めてやっと今日買いに来たんだよそれで少しお金が足りなかったとうん 気づいたらこの金のネックレス買ってた980円で金が買えちゃうんだぜマジで安さの伝動それ多分金じゃないよええー、まあいいやかっこいいから感性が違うんだなだから頼むどうにか1000円貸してくれ今手持ちいくらあるの ?20 円お前1000円しか持ってこなかったのかよ全然バイト頑張ってないだろてかいくらの指輪プレゼントする気だよ798円安い材料アルミホイルですか値段じゃねえから気持ちだからあいつのことを好きな気持ちは誰にも負けねえ俺以上に彼女のことを思ってるやつなんて世界中どこを探しても見つからねえぜそれでしたらカー用品売り場の隣に これは店員がやべえなはぁ、あ、俺は一体どうすればいいんだよほらこれで彼女さんに指輪買ってあげなえこれは見たことないお金だえ嘘えっとあの1円札の10倍の価値がある一万円札だよそんな大金いいっすかああ彼女さん誕生日なんでしょプレゼント喜んでくる兄貴聞けよせっかくいいこと言ったありがとうございますすぐに買ってくるんでちょっとだけ待っててくださいお釣りはちゃんと返しますああうん聞けよ 彼女を思う気持ちか。あいつならきっと彼女さんのことを幸せにしてやれるはずだ。自分の気持ちを信じてまっすぐに生きてほしい。うん。俺も見習わなきゃな。すいません。お出ししました。早ー。これ、お釣りです。60円しか残らなくて。ああ、いいよいいよ。逆に間に合ってよかった。きっと

わあ金のネックレスだありがとう返してくるー 今日は仕事休み。イエーイ。ドゥドゥ。とりあえず大きめの薬局に行ってトイレットペーパーと歯磨き粉を買おう。あとは使い捨てのマスクもなくなってきたからそれも買って。あやべえ。マスクしてくるの忘れた。一旦家に戻って取ってきた方がいいかな。周りの人にも迷惑かけちゃうよな。うーん…おいそこの若者。いやバカ者。マスクはどうした。ああすみません。家に忘れてしまって今取りにって。マスクに絶対的信頼を置いてるケイおじいちゃん。クソ何を考えておるんじゃ。すみません。家にマスク忘れた。しゃべるな。この非常識に

え、ごめんなさい、やっぱりおかしいなと思っエコバッグ忘れたいや、服、服はどうしたんですかえ、あ、え、え、やだ、え、嘘、え気づいてなかったんですかうん、ちょっと寒いなとは思ってたんだがあれ、でも朝起きてすぐにパジャマから洋服に着替えて朝ごはんを食べてテレビを見ようとしてあ、あの時脱いだんだなんでなんで脱いだの今まではばあさんがいたからこういうことにも気づけたんだが一人になるとなあおばあさんは、あの、なんというか、先に…ああかれこれ50年以上苦楽を共にしてきたんだが 去年の暮れにな音楽性の違いから離婚したんじゃわあ特集どれもこれも香水のせいじゃよいや意味がわからないですブルガリのなドルガバじゃねえのかよいかん話がそれさとりあえず今すぐマスクをしろ取り返しのつかないことになってからでは遅いんじゃああはい家に戻って取ってきますよしわかればいい人は過ちを犯してもその過ちの中にある真の思いを胸に悔い改め過ちから立ち直りその過ちのほんの一握りを、えー、この出来損ないがはよい 今更だけど過去一でヤバい人だなこのおじいちゃん。わしもとりあえず家に帰ってエコバッグ取ってこよいや違うふくふく。ああそうじゃったそうじゃったふく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 。ああと家帰るまで言い続けてるから邪魔しないで。ふく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 って何？もう知らん。本当に今日はいろいろとすみませんでした。これからはマスク忘れないように気をつけます。さようなら。 ふぅこれで一安心じゃまさかわしが未来の自分だなんて気づいてないだろうな一人一人がしっかりと対策をして意識を高く持っていればこの大変な状況も早く落ち着くんじゃよしそれじゃあ一旦家に帰ってえー、なんだっけ、えー、あーくふっくる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 待ってろよエコバック。 仕事疲れたでも明日から3連休今日は朝まで飲むぞゥゥ <laughs> ああ楽しいお前さ笑い方独特だよねえああそう友達の笑い方が変だから見に来てくださいって探偵ナイトスクープに応募しようかなちょやめろよ探偵手帳いりませんからいやあれもらえるとしたら応募した俺だよあそっかなんかごめんてか男2人っていうのも寂しいよなまあねでもこういう時に家に呼べるような女友達もいないしあちょっと待ってプププえー、っと確かこの辺にプププお前も笑い方やべえなほら見てえ何 女の子呼べるううん心霊写真なんでいきなりいいから見てよこの写真の俺右手の指が12本になってるんだうわ本当だてかよくこんなに入るスペースがあったね普通増えても6本とかじゃねえ盛り上がったまあ一応じゃあさこの話の流れで言っちゃうんだけど俺昨日死んだんだえちょやめろよいや死んだんだよ俺じゃあ今ここにいるお前は幽霊あ,あそういうあ,あごめんあのその死んでるはずなのに目の前に本人がいる恐怖みたいな話ではなくてえっと状況的に死んだよっていう話あ,あなんだめちゃくちゃ怖かった ラップ音聞こえてきそうな雰囲気あったもんくるくるくれラップってそれじゃねえよ俺さ昨日おしゃれタトゥー入れたのよえマジでどこに入れたの腕なんだけどさありきたりな柄はちょっとダサいかなと思って考えて考えて多分考えすぎたんだろうね自分でもよくわからなくなって右左っていう字を左右の腕に入れたのそれは何分わかりやすいようにってことまあわかりやすいようにっていうかほんとなんかおしゃれが一周しちゃってたんだろうね自分の中であた<あ><あ>かにそれは状況的に死んでるないやまだ生きてるよここからなんだよそのタトゥー入れれてくれた人がさああこの人 仮に B さんとしますいいよ無理やり怖い話風にしなくて B さんがさ自分から見ての右左で入れちゃったから右腕に左左腕に右って入っちゃったのよえー、もうわけわかんないじゃんそうなんだよマジで死んだわしかも8万だぜ高えようわミスられたのに金取られたのかよほんとそれなだから納得いかなくてこの家に泥棒に入ったってわけなるほどな やっぱりそうだよねいやなんか一人で酒飲もうと思ってたら返事返ってきてさ俺殺されるんじゃないかなと思って話合わせてたのよえー、っとちなみに知り合いではないですもちろん友達でもないですえこは嘘でしょ心霊写真のくだりとかいるああの心霊写真さっきこの部屋で撮りましたサイコパスじゃんしかもなんかやだなんでこの部屋で撮った写真が心霊写真になるのいわくつきなの知らない家だから右も左もわからなくて結局何も盗めませんでしたうまいこと言ってんじゃないよあどうしようどうしようまあまあ落ち着いてとりあえず飲みましょう飲まないよ 警察呼びますよ警察どうぞ呼んでくださいそんなの怖くありませんよなぜなら俺はもう死んでますからねえまさかあ,あいや今この状況がねおまわりさん助けてー いやー初デートなんか緊張するなヘ <laughs> あ車酔いとか大丈夫な人うん全然大丈夫本当優しいんだねバファリンってあなんだバファリンの話かバファリンの半分はね優しさでできてるんだってちなみにもう半分はアセチルサリチル酸や合成ヒドロタルサイトそのほかにも添加物のヒドロキシプロピルメチルセルロースやああもう大丈夫バファリンの話聞いて逆に頭痛くなっちゃいそう <laughs> タカちゃん面白いよコントちかけのスペシャリストそれアンジャッシュがエンタの神様で呼ばれてたキャッチフレーズだてか話変わるんだけど珍しいよねびっくりしちゃったよ それいつも飲んでるのカップの豚汁えっあ外で飲むのは今日が初めてだよあそうなんだわざわざ初デートの日にその新たな試みをぶつけてくるあたりお主ただ者ではないななにそれやめてよ眼球えぐり出すよえ普通に嫌だそれよりさ今日はどこに連れて行ってくれるの水族館動物園 かまぼこ博物館最後に聞き覚えがないやつ。出てきたメジャーなの。えっ、ー、とどこ行こうかなあ。そうだ。私海が見たいよし。じゃあ海の方を目指していって、山のてっぺんからあぶね。真逆の方行くとこだった。えっ、ー、と山に登って頂上から見た景色の中にある海を見たいってことだね。うん。でもよく言えば、その景色を見ながら新鮮なお刺身とかも食べたいないよ。仮に山の頂上でお刺身を出してるお店があったとしたら、確実に新鮮ではない。むしろよく焼いてほしい。さっきから何よ。この優柔不断の九州男児がえー、急にあと東北出身です。普通さ初デートって言ったら。 しっかりプランを考えてきて、彼女を楽しませるものでしょ。それがさやれ海行こうか。やっぱり山行こうか。しまいにはかまぼこ博物館って。それは俺じゃない。興味はすごい。あるけど、付き合ってまだ3日だけど、もう無理限界あ。あとバファリンにはトウモロコシ添付も入ってるよ。なんで今思い出したの。怖いよー。とにかく、もう私のタカちゃんに対する。好き好きメーターはゼロを通り越してマイナスになりました。さようならちょっと待って冷静になって話し合えばきっとうるさい。てか前ばかり見てないで、ちゃんと私の目を見て話聞きなさいよ。運転中なんだよ。ただでさえ、久々の運転で緊張している中、別れ話なんかされて、そこにバファリンの成分。 しまいにはかまぼこ博物館が気になってきて全然集中できないよあと人の車で飛んじゃるなずっとお腹空すくいい匂いすぎるんじゃボケーはいキレた言葉の DV ドラマチックバケーションドメスティックバイオレンスだよもういい別れます今日はもう帰ろう今朝迎えに行った駅まで送っていくからねえストーカーとかにはならないでよならないよどこまで失礼な人なんだ家の前とかで待ち伏せしてたらすぐ警察呼ぶからねいやいやいや家ってまだ行ったこともないしあ,あそっかじゃあ最後にこれだけ教えてあげる私の家は かまぼこ博物館お前んちだったのかよもう二度と会わないし今後一切私に近寄らないでね分かったよって言いたいところだけど多分一回は行くかまぼこ博物館気になるえー、夢でも見てるのかな通販でかっこいいスニーカー注文したのにクソ怖いアフリカのお面届いた電話して正しいものと交換してもらおうえー、っと電話番号はなんか変な番号だなまあいいか、うん、よしと。 お電話ありがとうございますこちら葛飾区亀有公園前発出所あ間違えた株式会社アンスタイリッシュでございます久々にこっち亀のタイトルフルで聞いたあのすみませんそちらでスニーカーを購入したものなんですけどえ ああーはいはいはい覚えております靴紐を固く結びすぎて一生その靴が脱げなくなった方ですよねああ違います何その話怖いやスニーカーを注文したはずが全然違うものが届いちゃってそれは大変失礼いたしました商品のお取り替えをご希望でしたら1をその他のお問い合わせは2を押してくださいえこれ録音してある音声楽園貸ん切んいやいってないいってないちなみに何番を押すつもりでしたか ?1 ですけどそれでしたら商品のお取り替えですねいるこのシステムお客様がご注文されたスニーカーの代わりに届いてしまった商品という のは金のお面でしょうか？銀のお面でしょうか？それともクソ怖いアフリカのお面でしょうかえ。なんでお面が届いたってこと知ってるの？えーとクソ怖いアフリカのお面です。あなたは正直者です。金のお面と銀のお面も差し上げましょう。いやスニーカーをくれよ。大変申し上げにくいのですが、お客様からご注文いただいたスニーカーが品切れとなってしまいまして、楽しみに待っているお客様を悲しませるわけにはいかないということで、代わりにそちらのお面を送らせていただきました。悲しみの代わりにものすごい恐怖でしたけどね。てか意図的なやつだったんですか？いや魔除的なやつです。お面の。 それでは杉山が担当させていただきました本日はありがとうございました失礼いたしますちょっと待って何で唐突に切ろうとするのあのまだ何かまだ何かってまだ何も解決してないじゃないですか楽園貸切温泉いや何を聞き間違ったの今はそれっぽいこと全然言ってないのにとにかくもうこれ以上の対応はしかねますてかもう私の勤務時間過ぎてるんですこのあと予定もあるので知らないよなんだよ予定って彼氏と旅行です飛行機の時間が決まってるから急がないとお前温泉行くだろう貸切の風呂ついてるとこ行っちゃ悪いですか別にに悪くないけどさ仕事 同じような対応してたらお客さんもどんどん離れていってそのうち誰もあなたの会社の商品を買ってくれなくなるよまあこういうことは本来なら社長に言わなくちゃいけないことなんだけどねあ社長です私ちゃんとやれよ杉山客をバカにするなそれではご返金をさせていただきますなんだそれができるなら先に言ってくださいよえーっと ランドをお返ししいたしますね。何ですかランドって何ですかってお金の単位ですけどうち本社は南アフリカにあるのでいやいやいや日本円で払ったんだから日本円で返してくださいよなんで南アフリカの通貨で返されなくちゃちょっと待てよこの電話まさか国際電話ですけど電話代大丈夫ですか怖ーい通りで見られない電話番号だと思ったもう切りますけどちゃんとお金返してくださいねお面のご返送完了を確認次第させていただきますあーもうめんどくさいてかお前どこの温泉行くんだよ帰国するならうち寄ってー いやーついに来てしまいました。結婚相談所。なんかわからないけど、付き合った人全員当日で別れちゃうからな。て <laughs> <laughs>、て、へへへ。自力じゃ結婚なんて夢のまた夢だ。夢の中で夢見てる時ってたまにありますよね。うわ <laughs>、びっくりした。一人りごとに自然な感じで参加してこないでくださいよ。これはこれは。FF 外から失礼しました。あ、ツイッターで一番求められていないポジションの人だ。私、結婚相談アドバイザーのこんのと申します。本日はよろしくお願いいたします。ああ、よろしくお願いします。今日は奥様はご自宅にいや、いないです。いたらここ来ませんから。ははは、軽い上手ですよ。<laughs> いやジョーク軽いジョーズって小型のサメかそれでは早速進めていきたいと思います自分勝手まず相手の方の希望条件などはありますかえっと僕今28歳なんですけど年上がいいですかねあ年上好きですかやっぱり自分より人生経験積んでる大人の女性って魅力的ですよね僕も希望条件聞かれた時にそれだけは外せませんって言いましたもんえ希望条件あ実は僕もこの結婚相談所で妻と出会って結婚したんですよえー、そうなんですかそれはなんというかめちゃくちゃ信頼できるなもう離婚しましたけどねああそうですか 妻からの DV がひどくてドラマチックバケーションですそれ聞いたことあるデジャブデジャブ焼いた肉そぎ落とすやつそれケバブ年上以外では何か条件ありますかとちょっと容姿の話になっちゃうんですけど髪は長めの方が良くて痩せてる方がいいかな身長はうん、僕が182あるんで160とか少し高めの方がいいですかねわかりましたじゃあちょっと今 LINE の友達確認してみますね LINE で探すんですかはい一番付き合う確率が高い出会いのパターンって友達からの紹介なんですよいつ私たち友達になりましたっけ あ一人いましたえ本当ででです、ね、ですすか元嫁ね嫌僕も嫌です実際まだ好きですし好きなんですかだってさっき DV とかいやね休みの日になるたびに夜景の見える場所で食事がしたいとか海辺を散歩しながら夕日が見たいとか言われて本当ドラマの見過ぎですよねあまり外に出たくない僕にとっては苦痛すぎてドラマチックバケーションで会ってたでも離れてみてやっと分かったんですちょっと私に問いかけてみてもらえませんか問いかけるって何を？今度そこに愛はあるんか アイフルの CM みたいになってるじゃないですかいやいやそんなツッコミいいですから僕は真面目なんですお願いしますわかりましたそれじゃあ聞きますよ、えー、今度そこに愛はあるんかおかみさんはい完全にアイフルふざけてるならもういいですあすみませんでもあなたのおかげで本当の気持ちに気づくことができましたもう一度プロポーズしてきますそれは良かったですね頑張ってください僕たちダメ男にとっては結婚って夢みたいなものじゃないですかあれ珍しく切れちゃいそうだ全く別々な道を歩いてきた二人が恋に落ちて人生を共にするそんな夢のような出会いをした二人 が休みの日に家の中でゴロゴロしているなんてもったいないドラマチックで夢みたいな時間を永遠に過ごしていきたいですよねああ<ー>、夢の中で見る夢悪くないかもよ帰りますあーお客様また気が向いたらぜひご相談にいらしてください行列のできる結婚相談所はいつでもあなたの味方ですよ名前からして怪しむべきだったこんのここに愛はあるんかおかみさんいやお客さーん えー、健康診断お疲れ様でした2週間経ちましたので本日結果の方をお伝えしていきたいと思いますあの先生結果は郵送で送ると聞いてたんですけどどこか悪いところでもあったんでしょうかいや別,別にあのそのそ,そんなことはないというか、えー、と,とりあえず落ち着いてください <laughs> せめてそっちは落ち着いていってください <laughs> ってってなんか怖すぎて笑えてきた検査の日バリウム飲みましたよねはいあれ 実はトロロでしたえぇ、ー、なんでなんでなんでそんなことが起こるの一旦落ち着いてくださいいやだってトロロっておかしいじゃないですかダメだ精神安定剤持ってきてはい今急に落ち着きましたこれは完全なる医療ミスです医療ミスってほどのあーでもそうなるんですかねよって明日記者会見を開きますやめてください恥ずかしいそんな大事にしなくても大丈夫ですから本当にいいんですかありがとうございます今後このような事故が起こらないようにバリウムとトロロを別々の場所で保管することを徹底いたしますそもそもトロロは何のために保管してるんですか鑑賞用です クエオいやクエオクラオクラオクオクラオクラネバネバ大好き人間か先生この資料なんですけどああ適当に燃やしといてはい虫でもまあ検査結果に異常があって呼ばれたと思ってたんで逆に安心しましたああ実はもう一つお伝えしなければならないことがあってまだあるんですか検査の日採血もしましたよね はいあ分わかったその鳥たちがトマトジュースでしたとか言うんでしょういやそれだとあなたの血管にトマトジュースが流れてるってことになるじゃないですか <laughs> あそっかドゥドゥドゥハハハハハ採血を担当した看護師うちの病院とは関係ない他人でしたええー、トロロより全然怖いセキュリティガバガバじゃねえかよねえだからほんとごめんねいや軽い軽いなんでトロロの時あんな真剣に記者会見まで考えてたのにこっちはそんな他人事なんですかだってうちとは関係ない他人だったから <laughs> この病院で起きたことでしょ他人が起こしたとしても 先生は当事者ですよ。<laughs> それだけ怒鳴れるならあなたは健康だ。うわ。なんかいい感じにまとめようとしてる。とりあえず知らない人が撮った血ではありますが、ちゃんと検査結果は出ましたので、今からお伝えしますね。はあ、やっとか。ちなみに今回色々とご迷惑をおかけしてしまった分、謝罪の意味も込めまして、検査結果、全ての数値を正常に直しておきました。それでは発表します。ちょっと待って何の優しさ大丈夫です。ありのままでお願いします。えー、ここでですか？降り始めた？雪は足跡…違う,違う。違うレッド行った方が運用にあり。 うにょにょを歌えってことじゃないです。松た子か。メイジェです。あエンディングの方か。それでは読んでいきますね。えー、無駄の幸恵さん、49歳女性。あ,あ、全然違います。えあ,あ、えあ,あ、本当だ。男性だ。すいません。今日の話全部なしで。俺、なんで呼ばれたのー わあめちゃくちゃおしゃれなバーだ俺なんかが来て大丈夫だったかな <laughs> いらっしゃいませお客さん心の声漏れちゃってますよえっあっド <laughs> すみませんこんなおしゃれなバー初めて来たもので俺なんかがいちゃばち違いですよね何をおっしゃいますかまたのご来店を心よりお待ちしておりますえどっち今日はいていいの何飲まれますかあ,あいていいんだえっと前の店で結構飲んできちゃったので何かさっぱりとしたものをそれでしたらおそうめんはいかがでしょうかあ,あいやですできればちゃんとした飲み物の方がではいちごを使ったフルーティーなものなどはいかがですかあ,あじゃあそれでお願いします まりましたすぐにお作りいたしますかっこいいなきっとどんなお酒でも作れるんだろうなお待たせいたしました季節限定ストロベリークリームフラペチーノトールサイズでございますいやスタバの新作目 重いよ下の方に練乳が溜まっておりますのでよくかき混ぜてからお飲みくださいだから重いってあそういえばストロベリー系の飲み物で赤い色を出すために使われているこっちにいる色素って原料が貝殻虫科のエンジムシっていう虫なんですよねどうぞごゆっくりやっぱり帰ってほしいのかなお客さんご結婚はいやまだですじゃあ彼女さんはいないですええー、世の中の女性は本当見る目がないなこんなに素敵な人を放っておくだなんてえったまででですよところで人 罪だと思いますかトークテーマの順番 いらっしゃいませ。あれまただ。どうしたんですかいやね、時々誰も来ていないのに入り口のベルが鳴るんですよ。えあ、そうだ。ちょっと不思議な話があるんですけどね。まさか、怖い系ですかんお会計 ?12 万8000円。いや、お会計じゃなくて怖い系ですかって。あと、今、ちらっと怖い系のお会計の話聞こえた。その不思議な話っていうのがね。えー、続けるの大丈夫。そんなに怖い話じゃないから。もう、そういう問題じゃないんです。2>, 2、3年前くらいかな。ちょうどこのくらいの時期に一人で来た男性のお客さん、ちょっと様子が変でね、なんか暗い感じでさ、何飲みますかって聞いても。 うつむいたままで仕方ないから季節限定ストロベリークリームフラペチーノを作って出したんですよマスターお気に入りなんですねでね私がその後ちょっと目を離した隙にそのお客さん一瞬で消えちゃったのえな何であの時消えちゃったのいやそれじゃ僕が犯人じゃないですか知らないですよいやびっくりしてね慌てて探したんだけど見つからなくてそしたらそのお客さんの座っていた席から入り口までの床に赤いシミがポツポツとできていることに気づいたんだまさかそれってチ,チ<ッ>コこっちにいる色素こっちにいるたあれはエンジムシが人に化けて現れたんだと思うよんだその話それからというものを季節 限定ストロベリークリームフラペチーノを作って出すたびに入り口のベルが勝手になるってわけ。さあ、そろそろ閉店の時間だ。お会計でいいかな。やだ意外と早く恐怖の時間来たお会計は12万8000円。 っていうのは嘘でえどういうことですか人を喜ばせるための嘘って罪だと思いますかってお客さんに聞いたでしょどうこういう嘘なら大歓迎じゃないえあってって、なんだびっくりしたマスター <laughs> ちなみにこっちにいる色素も今は色々と騒がれて代わりのもので代用されることが増えてきたみたいだよトマトから抽出したリコピンとかねリコピンかよそれならなんか安心ですね <laughs> それじゃあ本当のお会計ねえっ、ー、と8200円です期間限定ストロベリークリームフラペチーノ高ー おい一体ここはどこなんだよこんなことして何になるんだ答えろよ横にいるんだろおいおいわかったいいだろうねなんでさっきから「いいだろう」って言ってその後何も喋らないの言わないってわかってても毎回少しだけ期待しちゃうんだよそれじゃあ特別にヒントをやるヒント あ、なんだ、また喋らないやつか今のはうまい完全に喋ると思ったっっっはい恐怖心なくなりました実はな俺もお前を誘拐した理由がわからないんだえどういうことですかある人からの命令でなある人我々組織のトップ裏社会のドンだなぜそいつが俺をさあなさっき連絡が入ったんだがその裏社会のドンが急に更生して組織をやめちまったえー、裏社会大丈夫なの同時に組織の解散も告げられたよあとはお前らの好きな道を選ぶドンっていや太鼓の達人か そういえばボスの右側をバチで叩きまくったときめちゃくちゃ怒ってたな鬼モード入っちゃってるてか何その状況ボス嫌われてるの組織の9割くらいの人が嫌ってた多分語ゴビのせいだでもボスはな目的のためなら手段を選ばない恐ろしい人なんだそれってまさか殺しコンビニのお弁当に箸がついてなかったとき手で食べてた不憫でならないてかすみません1個だけ聞きたいことがあるんですけどここに連れてこられる前に思いっきり後頭部殴られたじゃないですかあれ何で殴ったんですか俺の卒業アルバムだがだからかなんか一瞬走馬灯見えたんですけど全てが知らない思い出だったんでそっち の方の衝撃が半端なくてああごめんじゃあ代わりと言っちゃなんだけど俺のことをグレッチでぶってベンジー丸の内サディスティックかよ俺ベンジーじゃないしとにかく組織がなくなってしまった以上俺もお前も自由の身だここからの帰り方はわかるかいやずっと目隠しされてるんでわからないですそうだったな一度しか言わないからよーく聞けよこの部屋の入り口を出てまず右に曲がる そこがお前の家だお隣さん多分何回か挨拶してますよねいや挨拶どころか一度お前が外出中に家の中入ったこともあるようわ心許しかけてたけどやっぱり関わっちゃいけない人だあそうだ何今夜泊まってく距離の詰め方えぐねえ卒アルとか一緒に見ようよやだよ色々とフラッシュバックしそう頼むから早く解剖してくださいじゃあ最後に一つだけ約束して約束うん もし次外であっても誘拐する前みたいに普通に接してほしいんだ別れ話してるみたいですごい気持ちが悪いそれとあれ二つ目だ警察には言わないでほしい頼むやっぱり捕まりたくないんですかいやボス警察官になったからもう会いたくなくてちゃんとこうしてるでもボスはな目的のためなら手段を選ばない恐ろしい人なんだそれってまさかまだ裏社会とつながってて何か悪巧だくみを考んじと犯人逮捕のためなら命も犠牲にするボスほんとなんで俺のこと誘拐したの あれここで会ってるのかなもう待ち合わせの時間過ぎてるんだけどおいこっちこっちお先輩お久しぶりです久しぶりごめんねずっと見てるだけで声かけなくてあ気づいてたんですか30分前ぐらいから見てたよ相変わらず元気そうだなはいおかげさまでってかいきなり連絡来てびっくりしましたよもう10年ぶりぐらいじゃないですかえそんなに経つあでもそっか俺が高校卒業してそっから会ってないからもう10年以上経つか早いですよねな東京から大阪まで2時間半だもんな新幹線ってすげえなああはいまあそんなことはどうでもいいんだけどさ 今日はお前にとってめちゃくちゃプラスになる話を持ってきちゃいましたえお前今不幸せだろいや別にそんなことはないですけど嘘つくなよ見るからに不健康そうな顔しやがってあれさっき元気そうだなってうるせえよあ違ううっせえわ <laughs> 今思い出したけど俺この先輩のこと嫌いだったまあでも安心してそんな不幸せなお前でもあるものを買えば必ず幸せになれるからそのツボでねえなんだと思うえ だから、必ず幸せになれるあるものって何だと思うあ、いや、えー、ツボですかね正解。なんでわかったの超能力あ、はい、超能力です。お前、ちっちゃな頃から優等生だったもんな。うせえわ。で、まあ、この幸せになるツボなんだけどさ、まず値段が25万円。えー、高くないですか絶対に怪しいやつじゃないですか。ちょっと一回話聞いて、ちゃんと説明していくから。わかりました。じゃあ説明を。いや、えー、お願いだから一回だけ話聞いて。だからわかりましたって。キャラメちょっとだけでいいから話聞いて。話聞いてちゃんと説明を聞きますから続けてくださいあー、ごめん。えっと、まずこの壺には、人の不幸を吸い取ってくれたり、幸せを それを不思議なパワーとして放出してくれるみたいなスピリチュアル的な効果は一切ありませんあないんですかうん一切ないただのツボじゃあ何で25万もするんですかまあそうなのわなもしお前がこのツボを買ったとして支払われた25万円はどうなると思うえー、あー全部先輩のものになったりしてで <laughs> バカ野郎あすいません一発で当ててんじゃねえ当たってたてか先輩それじゃあ俺じゃなくて先輩が幸せになるだけじゃないですかいやそれはもういい年なんですからこんな詐欺みたいなことしてないでもっと真面目に働いた方がいいですよ帰りますツボの売り上げ 寄付してるんだ<え>老人ホームとか児童養護施設に全額まあ一旦は俺の金になるからさっきの答えは一応正解にしたんだけどよ先輩なんでそれをもっと早く言ってくれなかったんですかなんか恥ずかしくてな結局は誰かの力を借りないと何もできないバカがやってるただの自己満足だから俺買いますい,いいのかはい25万円正直ちょっと高いですけどこのお金で誰かが幸せになってくれると思ったらなんか俺まで幸せな気持ちになってきました幸せになるツボは名前の通りみんなが幸せになるツボだったんですね んどういうことえあ、ー、伝わらなかったまあ、とりあえず買いますありがとう、本当にありがとうでも先輩、売り上げを全額寄付しちゃったら先輩はどうやって生きてるんですかああ、それは全然大丈夫あまり大きい声で言えねえんだけどよ普通の水道水をペットボトルに入れて幸せになる水って言って売ってんだよバカ高い値段でな私が俗に言う天才でーすってかうわ、やっぱりこの先輩嫌いだわうっせーわー <laughs> 楽しさと愚かさを見せつけられたポチ,ポチッとポチッとポチッと登録ポチッ とポチッとポチッと登録タコスコマタスコクマいいえタスクコマ